2016年4月9日、韓国東亜日報によると、経済協力開発機構 OECD が調査した共同体指数で、韓国が調査対象国中最下位だった。昨年5月に OECD が発表したより良い生活指数の共同体指数によると、OECD 加盟国とロシア、ブラジルを含む36カ国の中で韓国が最下位だった。共同体指数は、困った時近所の人や友人などの社会的ネットワークの支援を受けることができると回答した人の割合だ。韓国人は 72% が支援を受けることができると答えた。全体平均の 88% より16ポイント低かった。1位のアイルランドは 96%、 日本は 89% で25位だった。 OECD は経済成長率だけでは社会を正しく評価できないという理由で、2011年から毎年5月により良い生活指数を発表している。この指数には共同体指数をはじめ、生活と仕事のバランス、安全、二極化指数など複数の指標が含まれている。この報道に韓国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられている。競争だけ煽って協力することを教えないから、共同体指数が最下位でもおかしくない。周りのみんながライバルだから他人がうまくいっていると嫌な気持ちになる。共同体なんてない。インターネット上の書き込みを見てみろ。共同体なんてほど遠い。97年のアジア通貨危機以降、このような雰囲気になってしまったと思う。私が子供の頃は近所の家族とも仲が良く、隣の家に子供を預けることも普通だった。今では隣に誰が住んでいるのかもわからない。こんな状態だからな。また OECD 絡みで再開か。 OECD も韓国が加盟国であることが恥ずかしいのではないか。将来超高齢化社会になったら孤独死が激増しそうだ。80から90年代に比べて自動車や服装などは確かに良くなった。その一方で、以前は人が人として見えたが、最近ではなぜか感情のないロボットのように見える。韓国社会では共同体、全体主義が強調されるのに、共同体意識自体は最下位。皮肉なことだ。